自分のスタイルを持って生きてるとか、うん、そういう人がモテてるんじゃないかなとは思うから、うん、やっぱ一番大事なのはこの地球に生まれてきてマジ楽しいっていう、その姿をまず見せないと、うんTo North Village。 次、恋愛編なんですけど、いきなりまず不倫から、はい、不倫ってやっぱりダメでしょうか。恋心が止められません。したいんだったらしたら、ただバランスじゃないとは思う、うん、遊びきってクラブとか行っててさ、よく言ってたけどさ遊び切ってから結婚した方がいいよねって、うんうん、40とか50とかになってから、例えばだけどモテ出してとか、うん、でもまあまあ子供ももう18ですとか、うん、でガチで惚れちゃって、うんうん、家庭を壊してそっちに行くとか、うんうん、それはそれでまあ人生で否定はできないんだけど、うんうん、まあない方がいいよねそうですね、うん、で20代で結婚すると大概もう今の統計だと別れてるみたいな、うんうんうん、で30代以降は割と長く一緒にいられたりするっていうのは、うん、やっぱり自分がにないものを持ってる人が好きってなってる若い時と、うん、やっぱり自分に似たとこがあったり、うん、まあ何親に似てるとか、うん、こう安心感とか安定感とかを求めるような人を選ぶようになって30代超えて、うんうん、そうすると長くいられるけど、やっぱ刺激、相手に刺激を求めてるとすぐにこう破綻したり、うん、ないものをねだりすぎちゃって、うん、でなんのは分かるから、うん、そういうのがこう見極められるようになってから結婚した方がいいとは思うけど、うん、俺が実際違うから、うん、あの今だから言えるって感じだけど、うん、だからそこをなんか遊びきってからの方がいいんじゃないですか、うん、とは思う。なんか仕事の件もそうですけど、結婚した後の生活とかも全く学校で教わらないじゃないですか、うん、あんだけ自分を好きでいてくれた人が、うん、むしろ敵みたいな扱いをしてくるみたいなと、やっぱそこでだから多分結婚して子供生まれて 2,3 年って一番離婚とか多いと思うんですよね、うん、あのせめてその辺の触りでも教えてくれれば心構えができたりとか、ね、そうだね。でも俺も最近だもん、あの女性はホルモンバランスが男と違うから、うん、やっぱりすごい男よりも波風が立つ、自分の心の中に浮き沈みがあるっていうのを理解して、こいつなんで今こんな態度なんだろうとか、うん、ムカつくなとかみたいなことを許せるみたいな、うん、知ったから許せるって、うんうん、知らなかったらもうそこで止まんじゃん、うん、こいつムカつくなだ、うん、みたいなそうするとやっぱ良くないよね、うん、で小言の言い合いみたいになって、うん、それがなんかだんだん火種がね大きくなってきちゃうと、うん、わーみたいになったりするっていうのを、本当でも俺40ぐらいでこうちゃんと理解したっていうか、うん、できたんで、そういうのも教えといてって感じだしね。いやそうですよね、うん、モテたいっていう人に対して、うん、まあ、いわゆるどうやったらモテるようにな、人としてモテるようになりますか、うん、っていう、異性からも含め同性からも含め、うん、なんかコツってありますか。いろんななんかモテるタイプの人っていると思うんだ、うん、別に見てくれがかっこいいとかじゃなくて生き方がかっこいいとか、例えばめちゃくちゃお金を稼いでるとか、うんうん、なんかいろんなタイプのモテるがあって、うん、でそのいろんなタイプを好きないろんな人がいるから、うんうん、こう万人にモテるっていうのはないと思うんだ、うん、どこまで行ってもアンチもいるし、そういうのがいるからなんていうかな、こういい効果っていうかさ、うんうんうん、を与えてくれることっていうのもあると思うんだけど、うんうん、少なくともやっぱ自分のやりたいことをやってるとか、うん、自分のスタイルを持って生きてるとか、うん、そういう人がモテてるんじゃないかなとは思うから、うんうん、まあ、さっきの話とかにも端々つながるけど、うん、やっぱ自分自身の声を聞いて、うん、その生き方をするっていうので、うんうん、あのそれにどん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 近づいていけるだろうし、うんうん、で俺 の仕事なんかは特にそうだけど、かっこつけたりする仕事じゃん。で
特にさ、例えばじゃあ喧嘩もしたこともないけど、もう超不良の役とかやったりするわけじゃん、はい、でそこでなんかかっこいい決め台詞とかがもう台本にあってさ、それをまあやるわけじゃん。で、まあ、それをやるっていうスキルは問われるけど、だからこそすごいなんていうかな、浅はかだったり薄っぺらく見えるんじゃないかっていうなんかこう恐怖心みたいなのが昔からあって、だから普段演技をしないようにするっていうのをもうすごい職業病みたいに思ってたとこがあるのよ。で例えばだけど、じゃあデートしました、でなんかすごいいいシチュエーション作って、じゃあ花を渡しますみたいな、まあ渡すんだけどカッコつけれないっていうかさ、そういう時にこう演出してこうできない花の、はいはい、そういう歯があるか分かんないなんでいわゆる普通の人たちの方がよっぽど人生を演出してなんかいろんな瞬間を、まあ例えば着飾ってどっかデート行ってみてとか、なんかこうそういうのができてんじゃないかなって思って、いいなって思うことはなんか今まで少なからずあった。最近の窪塚家、最近発見したこととか印象に残った出来事ってありますか？長男が家を出たんで、あの一部屋空いて倉庫に帰れたって、でもだいぶ親元子供が離れたのはなんかいろいろでかかったんじゃないですか？でも俺のブチ切れで出されてるから。あ、そうなんですか？そう、俺がもう引っ越し屋電話して、おめでとうだっつって、みたいな。何が？来週中っつって、もうすっげえレイジーで、まあまあこうちょっといろいろ。なんていうの、いい加減すぎちゃって、でふざけんなってなって出したんで、あのしかも俺が東京仕事行ってる間に引っ越し屋来て荷物出して、とりあえずその前お母さんのとこに行かして、でから今も東京に来てんだけど、なんかあっさり系のもう頑張れよとか、そういうんじゃないかな、もう、昭和ですねの方がでもさっぱりできたかも、うん、親離れ、うん、子離れみたいなのが強制的に起こったっていうか、まあ自分で起こしてるんで本当は1年前にもう東京来る予定だったのよ、はいはい、でもあいつがまだ大阪にいたいって言って、で残ってたのね、で大和の成長を見届けたいって娘の、あの妹の、はいはい、って言って、本当かよと思って友達と遊びてんだろうと思ってたけどなんか情で残ってたみたいなところをスパッといけたから、まあ、もちろん気持ちはつながってるけど。生活費とかどうしてるんですか？もうだって稼いでもあいつ。あ、そうなんだ、うん、まあ、足んなきゃ出そうと思ってるけど、もう成人したし、一応成人までちゃんと面倒見るっていう感じでだったけど、もう高校入ってぐらいからもう小遣いも上げてなかったから、だけどまあ暮らしてたから自分のコツコツこう稼いでる金でやってんだと思うんだけど、であんまそういうのも俺は首突っ込まないし、割とずっと放任で来てあの感じになってるから、まあ大事なところはバカだけど、大事なところはこう抑えて、まあ挨拶しかり生き方ってさっき話してた部分っていうのは甘々だけど、まあ素養は できたかなって感じだから、まあ、あとはもう信じてやるっていうか、それが一番力になるし、信じてない時にほど信じてるからねって言ったりするんじゃん。はい、はい、いやいや信じてないじゃんってなるじゃん。うん、なんか起こったらね助けようとは思うけど、そこまでは自分でやってみなっていう。アイスホッケーな感じなんだよ俺は。このコンコンみたいな方向性っていうか、そこの道中は知らんけど、そういう風にしてきただけの感じで、あんま細かいこと言わなかったし、わかるやろみたいな。なるほど。父親として背中を見せるっていうところで陽介さんがこう意識してたものってありますか？やっぱ一番大事なのはこの地球に生まれてきてマジ楽しいっていう、その姿をまず見せないと、もはやそれだけ見せれてたらあとなんとかなるかなぐらいの、ワクワクに変わる、あ、俺もこうやって楽しんで生きてって思わせるっていうのがやっぱ一番大事だったかなっていうのは思う。なるほど。それ後にね、挨拶しろよとか、感謝だぞとか、ちっちゃい頃だったら青になってから渡んだよとかあるけど
でもまあ本当一番大事なのはそこかだったのかなと、うん、次はですね貯金、うん、税金も物価も高くなり 将来が不安、貯金って大切ですか。昔陽平と作った本でさ、納税殺法とか言って税は納めねえとか言ってマジで納めてなかったの、はい、したらそれを聞いた企業が俺の決まりそうなコマーシャル抜けてったりとかしていい結果をもたらさなかったのもあったんだけど、はい、これも考え方で、うん、なんでこんな額払わなきゃいけねえんだよって思うけど、うん、お布施みたいな感じでこんだけ払ってるからもうこんだけいいことあるっていう世の中に対しての貢献っていうか、まあ、それが細かい話してもういやいやいや官僚が勝手に使ってんだよとか自分のポケット入れてんだよとかそれは知らん、うん、けどもうそういう義務として納税の義務っていうのをすらもう楽しんでやると思って、うん、なるほど、考え方を変えたらなんか全然ムカつかなくなったし、うん、ちゃんとお金も回るようになったし、うん、渋ってしてるから余計に金入ってこないとかっていう蓋、うんうん、みたいな弁みたいなのがバーン閉じちゃってたのかなとは思うから。貯金とかは意識します。まあそうだね、でも酔い腰の金は持たねえほどじゃないけど別に使いたいことがあったら使えばいいし、うん、でまた稼げばいいと思うから、うんうん、あんまり意識してないと。じゃあ老後のためにとか、うん、引退後のためにとか、うん、そういうのはあんまり意識してない。それはもうアイルが食わしてくれるから。なるほど、そういう責任。それはもうね洗脳してきたから。なるほど、ハワイに家買うんだぞで言ってんもんね、たまに。でいいいいって言ってって言いながらしめしめと思って、お父さんに買わなきゃあかんからな俺は。いやいいって言ってって言いながらしてやったりと思ってる。散財で以前その樽を知るとおっしゃっていたと思うんですけど、はい、それでもどうしてもお金を使ってしまうっていう癖がある人にはどういうアドバイスしますか。いいんじゃない別に。タルなんて知らなくても使えば、うん、また稼げばいいし。陽介さんってどういうことに散財するんですか。俺は今はゴルフかな、あとはそういう旅行とか、うん、家族とか仲間とかと、うん、よく家族でいろいろ行かれてますよね、うん、とかが一番多いかな。うん、うん、物として残んないけど、うん、でもかけがえのない時間には変わる。そうですよね、うん。ちなみにお金がない時の乗り越え方ってありますか。俺ね今の妻とね出会った時の預金残高ね560円だったの。おで1000円下ろそうと思って下ろせなかったっていうのがすごい覚えててローソンで。でやべえと思っていくらあんだろうと思ったら560円ってなってて、これはもう開き直るしかねえ額だなと思ってで言うっていう、そしたらすごいねってな。褒められたんですね。まあ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 俺トイレ行くだけで褒められるからね寝る前に。今日行けたねと。子供枠だよ、そうだね。でもまあなんとかなるんでしょ、うん、なんとかなるっしょって思ってた方がいいでしょ、うんうんうん、まあそうですね、うん、親に借りるとか、うん、俺も借りてた時あったけど、うんうん、っていう手もあるし、まあ本当に仲のいい親友、うん、金の切れ目が縁の切れ目になっちゃう人もいるけど、うんうん、まあ貸してくれるやつがいいんなら、うん、借りてちゃんとそれ忘れずに返すつもりで、うん、でも貸す方は忘れろって言うけど、うんうんうん、金のかかるやつだとか金のかかる女だとか、はい、金のかかる子供だとか、はい、ああいうのもすごいいいことらしいよ。そういうのを引っ張ってきてたらそういうなんていうかなこの流れになって、うんうん、それぐらい稼ぎ出すっていう、うんうん、やっぱ必要な額をちゃんと手に入れるようにこうなっていくから一概に悪い女とか子供へのバカな金の使い方とかってことじゃない、うんうんうん、やっぱ前向きに捉えてっていいんだよね、うんうん、久保塚洋介の人生攻略本。もし人生にもゲームのような攻略法があったとするならば、向き合い方、付き合い方、愛し方、捉え方、伝え方、バランスの取り方、楽しみ方、幸せの感じ方、大切なことをシンプルに、
紆余曲折、上下左右、急転直下あった窪塚洋介が積み重ね改良し続けた幸せになるための人生の攻略法、窪塚洋介の人生攻略本、2024年1月12日全国書店 Amazon にて発売。 Thanks so much for coming. Please go home safely. And don't forget to always walk on the wild side.